と現れた。しれっとねこう始めてく。いやこれ戻されちゃうんです、注意です。こっちかこっちっていう、後ろから回ったあたりかな、これかな、さっき間違えちゃった。あ、あったこれだ、これこれ、すっぱだかになっちゃうんですけど、これ変わった時準備もういいですよ。いや今休憩取ってきたので、はい進めます。今はあのワンタッチであのあれでね、できあの服着れるので、爪の杖みたいな仕草ですね。今さっきのじゃんけんしたところです。じゃんけんしたところ、あ、これ、あの出てきました。シーザーっていう。クレオパトラとシーザー、カエサル。これ、両方、猫の名前だったんですよ。クレオパトラといえばなんかこんな感じのイメージだったので、こんな感じに作ってたんですね。一気にでかくなっちゃいます。
なり大きくなる。このムービーは大丈夫ですよね、まだ。黒じゃないんですね。どうして黒じゃなかったんだろう。ペガサス、登場してたんですね。喋り方が、話し方が今さっきのアルベちゃんみたいな。ハートマークまでそっくり。なんかウェディはリーネみたいな話し方、全体的に。ナレーションの人とかちょっとトーン暗いわよとか言って、明るく。そう、ナレーションの人誰なのかっていう。ああ伝説の天魔、これは天魔のペガサスの声、シオンですか。なんかもうヒストリカと被ってますけど、登場する前からこれにはしてたんですよね。寝てる寝てる、みんな寝てる。そう、休憩が多すぎてね、思わずみんな寝てしまったかなっていうね。バトンちゃんのがっかりする顔に今そっくりでした。
いいですね。君は君の夢を追えばいいよ。ほんのり期待するよ。そのためにその顔立ちのサブキャラを作りましたが、遠く及ばず。ルナナは同じ目なんですけど、髪型が結構今あるものだと似せるのが、今ねこのストーリーを久しぶりに進めてるんですけど、私もこれ何年前に作ったキャラクターだっていう、今の冒険ガイドを使ってみようと思って、あ、今ここからもう光の神殿ってなってますね。結構今あのムービーを見ながらでもゆっくりあの復習がてらこれやってみると、かなり道中がスキップできるようになってました。もしストーリーが遠いと思ったら、あのシステム設定から冒険ガイドを表示するにして、メニュー画面からメニュー画面開くと下にあの冒険ガイドが表示されるようになるので、それで これねセロ C っていうか結構全年齢対象なんですよね、ドラクエは。いろいろ規制がそれだと出てくるんだと思います。服着てる、服着てる、大きくなっちゃった、大きくなっちゃった。こうあのさっきもやったんですけど、システム設定からさっき使ったのとこれ表示するしないで、パソコンだとちょっとここにある表示が違うんですけれども、これでこのメニュー画面離すとかで、こっから行き先を見る、もうこれでスキップ、例えば入ってやると、これ多分あの今さっきのところリスナーさんのあの話だとメガルーラストーンぐらいまでは、これ結構今メガルーラストーンを取るところぐらいまではこのルーラーがなくてもシュンシュン進めるように、今ほら全員人間じゃなかったら過去まで行けないってなってたんですけど、種族でも全然行けるようになってるので、何キャラ目ですか？あ、これいや全部平坦にあの日替わり討伐だけこうしてたキャラなんですけど、何キャラ目だろう。作った作成は1、2、3、多分6番目ぐらいか、でも11キャラ分の中の一つですね。何キャラ目、あ、ここまで進めるのはですね、6キャラ目
で、ほとんどチムクエとかそんなのばっかやってたので、あんまりストーリーまで手をつけられてなくて、今日も試練をですねちょっとねほっぽり投げて、今これストーリーをちょっとジュレイチからのジュレのストーリーっていうリクエストがあったのでやってみてですね、ちょっと冒険ガイド使ってみたいっていうことで今やってました。初めてこの冒険ガイドは使ってみました。ミカリンさんいらっしゃい、コメントありがとうございます。皆さん結構皆さんにね教えてもらいながら、ここからだとルーラができますよとか、私もすっかり忘れてたっていう。甘いものは大好きです。例えば今日もパフェ食べました。あと冬とかはよく喉とかやっぱ乾燥してしまうので、飴とかよく舐めたりして、ココア味の飴とかいっぱい舐めたりして。ミニストップのパフェ結構うまいよ、笑。あ、ちょっと今度行ってみたいけど、あ、ちょっとありがとうございます。美味しいものね。普通のなんか食通から言われるより、この放送でドラクエ放送で美味しいよとか言われると、ちょっとね、あ、マジかと思って行ってみたくなりますね。と思うんですけど、この昔これがないと向こうまで行った時に戻れなくて、ムービーがスキップできればここで一回見てしまえば、この間見たからちょっとムービースキップをねポンと、そうすればかなり早くなります。
当時はこの魔導士の服とかなくて、聖戦術師とか出てなくて、女神の杖も出てなくて、後々こう出た装備からそのドレアでいけるんだなっていうのが、さっきからあの犬死にという言葉が、これ2回目ぐらい見たんですけど、いや時としてあの戦闘とかだと死んでても守るべき時がありますよね。いやそれも戦略だっていう、あの仲間を信じてね、犬死にはさせない、こうチームワークというかチームプレーとかできたりするので、全部着てない、全部外れちゃった。私もエンジュだと思ってました。なんでエルジュなんだろうと思って、あれエンジュじゃなかったっけなってずっと。しかもなんか金の座がない、ずっとこれつけてたのかな。そっちと間違えた、エンジュだ、エンジュ、そっちのエンジュだった。これはいいですね、あの初期村の服は、種族服は。なんか可愛いって、モーツァルトみたいですね。これはモーツァルトはこのぐらいの小さな時からあの作曲とかね
たりしたんでしたっけ、このジャガジャガ弾いてね。の嫁候補を探してたら時間なくなるからダメよ。エルズの嫁候補は、そう、時間がね、そのムービーありだと結構時間がかかってしまいますね。コミュニティフォローありがとうございます。入り自由なので、また気軽にですね、お時間ありましたらゆっくりしてってください。またね、舞踏会でガラスの靴からね、落とすとこから始めてね、全国探し回ってみたいな、集落へ行こう、これ行けるのかな、これでですね、この冒険ガイドで行き先を見る、行けない、行ったことないからダメだ。でも唯一の救いはドルボードに乗れること、ぶっ飛ばし、ぶっ飛ばしますね、これ。ぶっ飛ばすっていうのはもうトルボードに乗って。表に出るだけで食べるのでは？あ、そうですかね。いや、多分一回行ったことあればっていう感じなのかなと思って。いや、行けなかったんでしょ、今。これもう表示されなくて。でもこれ、本当に過去は今初めて。行けるようになったばっかりなので、石までは多分作らなくていいのかな。ブーストもかけます、ブーストも。エルフの集落戻ってもう一回行ってみたいな、石を作り忘れても多分大丈夫にはなってるんだろうかなと思って、冒険ガイドを信じて石なしで行こうかしら。昔ジュノーガみたいな、あーそうだ、過去からの声で昔あなたみたいなどうのこうのでって言って、ドルボードが話しかけてくるんですよね。古代技術、ガテリア王国でしたっけ、そこからの
ワチャッカではすごい技術が盛んでみたいな、そういう設定なんですよね。怖いので一回作っときましょうか、これ。いや、いけるといいんだけど。いや、なんか昔の人だから結構ないと走るのが大変だったっていう、ついつい作っちゃいそう。なんか防衛軍のね、館内みたいな。これ偉い人に話しかけるんですよね。水ください。あれ、ここの中でした。そう、あれでなんか大きな化石を手に入れる金策が昔流行ってて、それ修正されちゃったんでしたっけ、みんなやりすぎて。あ、なんか取り合いになったんでしたっけ。なんか進化技のアラハギ色でデザートゴーストが出にくい時、過去にまで行って何やってるんだろうって思ったら転生狩りに行ってたらしいっていう。ちょうどその頃、あの転生リストを埋めるのにちょうどいい時間があって、ちょうど香水も出た後、今はね、ちょっと的っていうね、なんかすごいスーパーコンテンツがあるので、主だったかもしれない。でも見た目は、さっきもジュノーガの話になってたので、ジュノーガみたいなとか色違いですね。魔怪獣はあれに出てきますね、震災役とかの道中でも。今それもカットですよね。この謎のヒゲアイテムは今ありましたっけ、この方の、アスライさんの。このようにあのワンタッチであのルーラーが、さっきの井戸の前に走ったりすればいいのかな。
あ、やっと生きるようになりました。そう、エルジュ君途中まで見ると、ちょっと分からずやみたいに、もうなんかそのエルジュ君の良さっていうのが分かるとこぐらいまではちょっとやりたいですね。ちょっと箱舟にね乗るところ、やる気を見せるんですよエルジュ君が。またネタバレ、こんな全然ね、こう台本でも作って黙ってた方がいいかもしれない。実写化ならハリポタのドラコマルフォイにでもしとく。マルフォイだ、マルフォイ。マルフォイくんかっこいいですよね。最初ね登場した時、あのオールバックにしててね、ちょっと感じが似てますよねエルジュくんの。あ、クールな感じでね。となるとハリーポッターはあのシーンとかですかね、あのメガネかけて。そう、ここ来てちょっとがっかりなのは、いつものあの鉱石マラソンがですね。いや、ここ懐かしい。グレーテルに椿さんを起用するかは主に任せる。あ、見えるようになっちゃってる。もうこれがノーメガネで、いやこれあのオカルトメガネつけてレッドプリン爆裂しに行きませんでした。これ行ってません、この向こう側に。爆裂素手だといいとか言って、レンジャー器用さがあって会心が出やすいって言って爆裂レンジャーを雇って、パラディンとかレンジャーが出たあたりの時に石を作って爆裂プリン、なんかそれを聞いて真似してやってた気がする。ジェルさんす、いやもう椿さん嫌じゃなければぜひね。いやまんまですね、考えてみたらね、セクシー感といい、なんといい。あの時は見えないながらにかなり見えてた。あれちょっと行き過ぎちゃったかな、これ。
爆裂プリンの話をして爆裂に直行してしまった。うっすら見えてたりしましたよね。あ、でもなんか最初の頃サポがオカルトメガネつけてると一緒に見えたりとかしてるの、あれバグだったんですかね。なんかサポがつけてると地中ゴーグルかな、そっちの方も見えたり。あの頃地中ゴーグルなくて結構ぶつかっちゃって、そんな石いっぱい作らなくてもいいんですけど、一応作るかな。トルワーム、トルワームはまだ、ジュレ消しちゃうか。お名前ちょっと呼んでなかったんですけど、ドラクエ太郎さんコメントありがとうございます。さっきやったばっかりのあのホスティール、ホスティルじゃないんですね、ホステイル、あのアボカドアボカド並みにちょっと間違えやすい。いつも行ってたのはランドン山脈側なんですけど、あんまりこっからランドンフットは行かないで、ずっとね、あの鉱石を拾いつつ、山の山頂まで行ってました。いっぱいいる、さっき甘いものは好きですかっていう質問があったんで、レッドプリンね、食べちゃおうね、食べちゃおう、捕まえて。ちょっとなんかのバカにしてるわけじゃない、なんか可愛いですよね、ルジュ君ね。そのバトマスクエアの時に過去まで来ましたよ、過去まで、過去いいよとか言って、全然もうみんなしてバトマスクエアをやってやるもんだから、あの赤依頼というか、その足らなかったんですよ、赤依頼じゃなくて
デッドペッカーが。いらなかったですね。今の王国はパルカラス王国、これそう、メギストリスのクエストをね、サイドストーリーというかサブクエストをやると、そのことについて分かったかなと思うんですけど、すごい綺麗。いや、だいぶ手も これだって Wii で見た景色となんか違うような気が。大丈夫でしたっけ？そう、お父さんがやってて、お父さんいなくなっちゃったので、僕が頑張るって言って聞かなくて、全部自分でやらなきゃって、こう頑張ってたんですよね、これエルズ君は。だいぶ期間空きますけど、これで助けてくれた、ちょっとあの鳥を助けて、ちょっとだだけなんだけども、後でねエルジュ君が力になってくれる時がね、頼もしいですよね。
もう仲間にしてくれた、行こうって言ってくれた。もう完全にあのフーラがカムシカに言ってるみたいに、いいよみたいな。だいぶね、ついていきやすくなった。これはバンジーがない、バンジーがここに。一人でね、たまにバンジーしてドキドキを楽しんでたんですよ。人間が恨まれています。ガミルゴのなんとかっていうクエストありましたよね。ガミルゴさん、ストーリーだからね、ちょっとやらないといけないけどね、なんかちょっとこんな感じでちょっと、ちょっとこういう、
いや、ちょっとこれ放送事故にならないといいんですけど、なんかここら辺に、なんか無機質にね、あのこうぐるぐる動いてるキャラクターがまいたんですよね。何を倒してたの？毒芋虫みたいな、これかな。ここら辺に何かいたような気が。何落とすんだろう、これ。これいけたのかな、これ。過去でこの箱舟の技術を こういうシーンね、あの最初のなんか6でしたっけ、焚き火を囲んでるシーンね、フラッシュバックしますね。今流れ星見えました。願い叶うかも。一瞬でこう願っときました、あのうまくいくように。
え、こっからもう2時間にちょっと一回戻ります。これ過去から行ったん、過去の、いやもう50あと1分切ったので、ご来場くださった皆様ですね、コメントくださった皆様ありがとうございました。なんかちょっと止まったかも。ありがとうございました。あ、ジーフまだいらっしゃってすいません、カッティさん。では一回中断です。ドラクエ太郎さんありがとうございます。